皆さんおけよう。維新がコロナの法律で扱い、季節性インフルエンザと同程度にってことで、それを厚生労働省に訴えてたんですよね。まあ決まったわけじゃないんですけど、で、ホリモンも同じこと言ってますよね。あの、オミクロンだからといって、あの、表に出ないとか、飲食店で、あの、賑わないことが賢明なのかっていう話になったら、いや、それは違うって、本当にね、あの、感染を防ぐのであれば、家から一歩も出ないぐらいしないと、結局意味がない。だから、うん、あまりね、その、消極的になって生活するのは良くないってことを言ってましたよね。で、僕のお店も、まあ、このオミクロンが流行してから、あの、先週が3連休だったじゃないですか。その3連休も全然お客さん捕まえられなかったし、それ以降、現在に至るまで、お客さんが半分ぐらいになっちゃいました。もう勘弁してくださいよって感じですね。でも、これ気にないよね。結局さ、インフルエンザもオミクロンとして数えてるし、この維新塗ってることは、まあいいかなと思いますね。結局さ、あのコロナだから、なんか、慎重に慎重にって言えば言うほど票が入るんだよね、小池さんとか。だからそれをなんか味しめちゃったから、あの、オミクロンも、ね、その対策として飲食店で4名以上はダメとかなんか決まりできたじゃないですか、マンボウとか。やればやるほど、なんか、高齢者とか、うん、50歳以上の人とかは安心するから票が集まりやすいんだよね。そのために、ああいうことを言ってるけど、でも実際はね、もう、この通りでね、季節性インフルエンザと同じ数え方でいいんじゃないのって思いますよね。で、本当に僕もお店が暇になってしまって困っているって現状ですね。以上です。どうもありがとうございました。